的にはですね、あの冠水をしながら敵流と、敵防を同時にやったっていうようなことで昔は出て、あの例えば2つあったうちに1つにして50粒あったのが30粒にするとですね、100粒ついてたのがいきなり歩き30粒まで落ちるっていうようなことで、それであの水圧で出荷症が出たっていうふうになってたんですけども、どうも社員の場合はそれとは別にですね、高温の障害等の